私を助けなければ、私は制裁モードに入るだけなんで。許さないんです。制裁モードにヒロちゃんも入る。とりあえず、レイズ。あと、デカガミシェイプはもう殿堂入り。もう無理。あと、言ってる通り、キャントン。パドナキャントンするやつとかもうつまんねえからもう終わり。究極の武器。これおもんないから。切って。これね、ピッてどうすんの？おもんねえじゃん。よくねえんだよ、もう。レイプはね、あれの可能性があるから、初めから頑張んない。初めから頑張んない。でもこれは多分なんか早そうだけどね。あ、もちろんやんないよ。だって、いきなり捕まってんでしょ？それをやれってか。何考えてんの？楽しみ方は無限大でしょ？楽しみ方を決めるのは、SA のゲームになってんだから、バンバンされたら、ネアカルソンが悪いでしょ。で、キラーってキャンプ気味なんでしょ。俺やる価値あると思ってる、結束で見えて。ないだろ。どこにあんだよ、この。やる価値。箱取ったやつもいるから奇跡も起こせねえし。ワンパン状態で発電機、脳天気で回しには信用が聞こえても。なんで？説明して。逃げなきゃダメじゃん。これなんかおかしなこと言ってる？チームとして勝てると思う。挑戦権得てからにしてくれ、ちゃんと。ダメなチームあったらもう、あ、いいですよ、助けなくても。もがいて終わらせますから。あ、自立、あ、前で言うと屈伸して早く、やめるところなんですよ。はっきり言うと。時間無駄だから。まあ、しょうがないから、こういうのはサインをしてるんですよ。回すまで我慢しよう。これが。オーテムここ探せるか。今クイズや。それくらいでしかもう、ないです。あ、じゃあまだ前でいうところの屈伸なんで、あ、いいですよ。往復のやるから俺は。往復、私を助けないとか、そういうことだった場合は、私はもう、キラーに加担して速攻で終わらせます。そりゃそうです。裏切り者は許さないんで。裏切り者は許すまじ。それがヒロちゃんの。普通っぽいからやってあげたら方がいいと思うけどね。普通シェイプっぽいよ、これ。やばい。いや。はぁ、あ。かなぁ。全部、回してあげてもいい。裏から行く？から行ってあげる？いけると思う。マジか。ここか。公衆台のあたりにあった。
てよ。やばい、俺はやばい、絶対やばいポーズ見られてる。ピンエロ、あれや、まあまあでもこれで回さしたよ。油断ヒステリーやね。いやー、余計なことやる暇あったら、余計なことある暇あったら発電機回すとか安全策を取ってほしい。そうすることでまた救助に人手が足りなくなる。別に俺はこれはやらないとは言っていないから、勇気を持って来てほしいよな。じゃないと立て直せない。一応あれ、発電機の位置があった、爆発す、あげなさい。生きてんの？伝えないじゃん。ただ縄余裕がある。俺は1に、あれ回してないの？誰も回してないのこれ。すごいキラ、全くもって無意味な位置に持っていったけど、そこまで持っていけるかどうかが分かんないから。回せよ、耐えたいのは気持ちだから。2人のところはもう回せ。どうやって勝つんだ俺がいなくなってから。いやーもう手を離しちゃダメよ。1人はいい、まあいいよ。逃げろ、立て直せなくなる。やばいよ、あ、時間かける。あ、じゃあ立て直してくれ。ラストバウト、ベースのほこり、だから仕切ってんだろうな。回復してやるよまず。でも向こう側のエロディを信じる。回復してくれエロディ、出直す。忘れがたみを残したいことに、忘れがたみを。この発電機がノーマークになってくれていれば心の中の
それが谷よ。3人とも。これは回復ができない。戦ってるリー・ユンジのためにも、俺はやらない。エースの、これ。たとえ俺が知っても、3人のためにやるんだ。待ってくれ。行くぞ、俺たちのデッドバイ。勝った者に俺はやられても開ける。生きてくれよ。生きればいいんだよ今。少しでも開ける。ダメだ、もう行った。あや、ゲート上げてくれ。あー、ゲートを上げてくれ。チームのためにどうしてゲートを上げてくれねえんだこいつらは。本当恐ろしいよこういう奴ら。これが世界、ワールドクラスのさ、世界レベルのさ、チームのためにゲートを開けた人間と、本当に体育の時間、ボールに群がるバスケ部じゃない奴ら。そう。ちゃんとチームプレイした人間。行くぞ！いらない。終わる！ 1 分耐えれば。同じ動きをしたらダメなんだよ。なんで開けてくれねえんだろう。こっちか。もう夏のあれは好き。ここに、ここまで援護射撃しても開けてあげるねえが。開けたぞ。これや、これや、ヒエロちゃん、デッドバランス。よし。なんでたった一人いないんだろう、ゲートを上げる人が。これが力のさ、これがワールドクラス。ゲートを開けるって一番大事な作業だ。決勝点を取る作業。本当にちゃんとやってほしいよ。チームをしょ、私。マジこいつ、おんぶに抱っこプレイヤーよね。悲しくなってきたけど。もう、疲れてきたけど。あとは、あなたたちの戦いやがけ、自分たちで決めろよ。だから言ってんだろ、少しでもゲート開けろって。気持ちがねえじゃん、気持ちが。近いじゃん。俺が今ワールドクラスのプレイでなんとか打開して、向こうのゲート開けて、なんとかしたわけだけど。ああ。目立たないように見えるけど、唯一の動きをしてあそこにゲート開けたよ。なんとか。じゃないと3人が固まってるのは分かったから。あそこにいたら大変なことになるからね。いやでも楽しいゲームでしたね。熱い男の見せたゲーム、うん、闇との対面があったな動画に。
肝心なのが俺探せなかった。闇との対面だけが探せないっていう。笑う展開だった。どうしても闇。他にあるんだけど、落ち着いて探せば多分あったと思うけど。結構、やたら、これのせいでなんかやたらマークがあったからね。うん、俺はね、術図だと思って探してなくて、トーテムコンプリートのためにやってた。でも、やたらなんでこっちに来るんだろうなと思ったんだかな。発電機と思いながらクエスチョンだったけど。うん。そういうことだったんだね。うん。発電機なんだろうなーぐらいなんですよ。発電機でこっち気になってんだなぁとか。やったらトーテム、ラストのトーテムのところもやったら来んなぁと思って、マークきついなぁっていう印象。